こんにちは、市役所です。続いて後半は東近江市子育て支援センターの里西さんに子育てコンシェルジュについてお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて早速なんですが、子育てコンシェルジュさんというのはどんなことをされる方なんでしょうか？はい、子育てに関する専門の相談員です。はい、子育て中の保護者の皆さんの立場に立ってお話を伺い、子育て支援情報やサービスを分かりやすくお伝えし、適切な支援につなげる子育ての案内人です。はい、東近江市では保育士の資格を持つ子育てコンシェルジュが4人活動しています。なるほど。このピンクのバッジをつけているのが子育てコンシェルジュです。はい、今実際につけてくださっているそのピンク色の可愛らしいバッジが目印ということなんですね。里西さんも実際に子育てコンシェルジュとして支援をしてくださっているんですよね。はいはい、そんな皆さんにはどこで出会うことができるんでしょうか？はい、子育て支援センターにいます。市内には6カ所の子育て支援センターがあります。八日市と蒲生に2人、野戸川と五箇所に1人、古東と愛東永源寺に1人います。各センターでは月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで集いの広場を開催しています。はい、集いの広場に来られない方は電話でのご相談も受け付けています。お家に訪問させていただくこともできますので安心してお声掛けください。なるほど。こう電話での相談にも応じていただけて、はい、お家への訪問もしてくださるとすごく安心ですよね。はい、そして基本的にコンシェルジュの皆さんは集いの広場にいらっしゃるということなんですね。はい、よくわかりました。では具体的にはどんな相談があるんでしょうか？はい、例えばお仕事をしたいんだけど子供を預けるところないかしら、産後になんとなく気分が落ち込むんだけど、離乳食を食べないんだけどどうしたらいいかしら、転入してきたばかり、夫も出張が多くてママ友が欲しいな、病院に行きたいので子供を預かってほしい、なるほど、子供の発達が心配、うちの子大丈夫なのかしらなどの相談があります。こうお母さんご自身のことからお子さんのことまで、子育てされているお母さんは本当にいろんな悩みをお持ちなんですね。そうなんです。私たちに分かることは答えさせていただきますが、専門的なことは保健師や栄養士など必要な機関につなげさせていただきます。はい、どうぞお気軽にご相談ください。また毎月それぞれの子育て支援センターでは1歳までの親子を対象に赤ちゃん広場を開催しています。はい、そこには助産師さんも格付きに来てくださっているので、お母さんのお体に関する相談もしていただくことができます。なるほど。専門的な相談にはパイプ役にもなってくださるということなんですね。こう何でも相談できるというのは子育て中の方にとっては本当に心強いですよね。はい、子育てコンシェルジュはつながりを大切にしています。保健師、助産師、発達支援センター、地域との連携を取り、子育てに悩んでおられる方のお役に立ちたいと考えています。子育ては一人でできるものではありません。東近江市のみんなの力を借りて子育てをしましょう。東近江市の子どもたちが健やかに育ち、保護者の方が安全で安心して子育てできるようお手伝いをさせていただきたいと思います。何かあれば一人で悩まず子育てコンシェルジュにお声かけください。お待ちしています。ものすごく頼もしい支えになりますよね。こう全ては保護者の皆さんが楽しく子育てをして安心して元気に暮らせるようにということなんですよね。これからも活動頑張ってください。後半は子育てコンシェルジュについて子育て支援センターの里西さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。